タッカブ。はいどうも、たっぷりカブタムシのお時間です。今回はツヤクワガタの短子個体の挟む力と危険性について紹介していこうと思います。まあ結構有名な話かもしれないですが、ツヤクワガタには同じ種類でも大顎が長い長子個体と短子個体というのが存在します。ノコギリクワガタなど他のクワガタの場合は体長に比例して大顎が長くなったり短くなるのに対して、ツヤクワガタは体が大きくても短子だったり、体が小さいのに長子だったりと規則性がないのが特徴になります。とまあ短子と長子について触れましたが、皆さんはどちらに挟まれたいでしょうか。もちろん短子、同じ体格でも長子と短子が存在する異質なツヤクワガタですが、まずはこちらをご覧ください。これは僕たちが以前に測定したアルキデスヒラタクワガタの長子と短子の学力と大顎の先端部分と付け根部分に加わる力を算出したデータになります。これを見るとクワガタは体格が同等であれば学力も同等になるということがわかると思います。しかし大顎が長いか短いかによって挟まれた時に加わる力の最低値が変わります。これによって大顎が短いクワガタに挟まれるイコール痛いになるので、学力がいくら強くても大顎が長く先端部分で挟まれればそこまで大きな力は加わらない、イコール痛くないということになります。今回はツヤクワガタの長子の入手が困難という僕たちの都合で、アルキデスを例にしましたが、おそらくツヤクワガタでも同じことが言えると思います。ということで本題のツヤクワガタ短子のデータをご覧ください。今回用意したのは挟まれたらヤバいと声の多いカステルナウディとフェモラリスの2種になりますが、どちらもシークレコードというギネス記録を基準にサイズを揃えて測定しています。トルク値 70kgmm というと分かりにくいと思いますが、大顎の先端部分と付け根部分に加わる力をグラム単位で表記していますので、そちらで想像してもらうと分かりやすいと思います。およそこのくらいのもので指を潰されるくらいの力が加わるという計算になるので、いかにヤバいかが伝わると思います。そして僕たちは今までツヤクワガタの短子を戦わせてこなかったのですが、実際この力で角や大顎が挟まれたら、どうなるのか、またどの程度の力で破壊されるのかを今回は調べてみようと思います。今回の実験では、こちらの外骨格強度試験器を使用して行います。この測定器の先端についているカステルナウディの大顎で国産カブトムシ 76mm 個体になるんですけど、そちらの足と角を挟んでどの程度の力まで変えられるのかをやっていこうと思います。なおこの今回の実験では、こちらの死後あまり時間の経過していない、カブトムシを熱湯でふやかし、より生きた状態に近づけてやっていきますが、生きた個体とはさすがに外骨格強度の差が、あると思いますので、そこはご了承いただけたらと思います。いい？ OK、 いくよ。はい、トルク55、トルク64個、トルク70、トルク70、トルク80、これはトルク91。ついたね。あ、ついた。90かかってもとりあえず切れてはないね。切れてはない。切れて、切れたら落ちるもんな。うん、落ちるけど、切れてない。切れません。はい、結果としては約 90kgmm の力で挟んでも不切は切断されませんでした。これに関しては何度か試したのですが、どうも不切が大顎のわずかな隙間にはまり力が加わらなかったので切断には至らなかったという結果になりました。しかし実際の戦闘ではツヤクワガタが挟んで歯ぎしりのように大顎を動かすことがあり、そうなった場合は不切に大きな力が加わり切断されてしまう可能性があります。続いて軽切で実験していきます。いくよ。はい、お願いします。
トルク50。50ってなかなかね。トルク100。ああ、クでついたねこれ。100でも切れません。はい、こちらも約 100kgmm の力を加えましたが、軽接は破壊されませんでした。軽接に関してはしっかりと力は加わっていたのにもかかわらず、破壊されなかったので、実際に挟まれても破壊されるリスクは低いかと思います。しかしよく見ると軽接が少し削れていたので、何度も繰り返し同じところを挟まれてしまうと、破壊される可能性がなくはないと思います。そして頭角ではどうなのか見ていきましょう。トルク80。80でもまだ持つのね。100いっても持つよ。こいつの走行が硬いんかもしれんね。死後硬直して硬化するとかあるんかね。あり得る。中のなんか筋肉のこう繊維とかがさ、固着してそれも強度に入っていくんなら、まあ可能性は考えれる、うん、はい、頭角も約 100kgmm の力を加えましたが、頭角には傷一つつきませんでした。以前にカステルナウディの動画で死後時間の経過したカブトムシの頭角で、実験をした時にはいとも簡単に破壊してしまいましたが、より生体に近い状態の頭角では、無傷なので強度にかなりの差があるようです。またカステルナウディの大顎だと小さな内歯がノコギリ状になって角に接触する面積が大きく、力が分散して破壊しにくい形状ですが、フェモラリスは発達した内歯があり、そこで挟まれると力が集中してカステルナウディよりも小さな力で破壊してしまう危険性があるので、注意が必要になります。はい、ということで今回の実験結果としては、ツヤクワガタの大顎で、挟まれてもカブトムシの足や角は破壊には至らないということになりました。しかし今回はあくまでギネスサイズの 80% のサイズになるので、大型の個体になると学力が跳ね上がり、足や角を破壊するほどの力を持つ個体もいるかもしれません。今回の結果から個体差があるのでおそらくにはなりますが、体長70ミリ以下の個体で、最新の注意を払うという条件が出れば、フェモラリスやカステルナーディを戦わせても相手に外傷を与えるリスクは少ないということになります。もし今回の動画を見て、実際に戦わせて足が切断されたとか、角に穴が開いてしまったとか、そういった事態になっても申し訳ないですが、僕たちでは責任を負えないので、そこはあくまでも自己責任でお願いします。はい、ということで今回はツヤクワガタ端子の大顎の危険性についての動画でした。今後もクワガタ関連の動画を上げていきますので、興味のある方はチャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。